久保さん、こなんかライブが出てきましたね。終わったら。<laughs> 生き残る手段イコールビジネスと <laughs>。まあ、あのー、ビジネスね、勉強した方がいいと思いますよね。まあ、あのー、まあ、ちょっとテーマ変えていきましょうか。<laughs> <laughs> まあ、今、僕、あの、さっきメルマガ書いてたんですけど、あのー、最後、売り込みっすね。<laughs> そう。まあ、そのメールで何書いたかっていうと、 まあ同じ選択、まあ、人生は80、なんかね、ググったんですけど、日本人の平均寿命は 84. 点なんぼらしいんですよね。で、84年っていう人生、つまり84歳っていうまでの時間じゃないですか、でこの84歳までに何を選択して、何に時間を使うのか、それがす人生のすべてであると、そうじゃないですか。じ人生って何なのかっていうと、時間じゃないですか。 うん、その、その時間に何をするのかって話ですよね。それが人生ですよね。もうだって、もう、ケツが決まってるので。いや、吉田さん、僕は、あの、1億歳まで行きますみたいなね、人いないと思うんですよね。1億歳どういうことやねんって話じゃないですか。もう、ケツが決まってる以上、もう、時間は決まってるわけですよね。うん。だから、この限られた時間の中で、何を選択し、何をやるかによって、 その時間をどのように過ごせるかが変わります。例えば、サラリーマンで、ね、ずっと働いている、えー、1日8時間、12時間、サービス残業も含めて16時間とか、ね、働いているで、それを40年続ける人生なのか、ビジネス1人で稼ぐビジネスを勉強して、で稼げるようになって、まあ、1、2時間、ね、あの仕事して、ね、あ残りのなんか時間自由に過ごすのか。 もうこれか圧倒的に変わりますよね。圧倒的に変わりません、うんまあ、あの大体平均寿命まで生きるんだったら同じ時間なんだけど、そこの内容が変わるわけですよね。で内容変えたいんだったら、あのー、今やってることを変えない限り無理だと思うんですよね。うん、なんかその日本に住んでるのにずっと海外に住みたいですみたいないやいや。海外に住みたいんだったら海外に行くしかないじゃないですか。 僕もあの鹿児島に来て鹿児島に来たということによってそのなんだ鹿児島に来た人生がスタートしましたもし鹿児島に来なかったら東京にずっといて多分前と変わらないような会社に泊まり込みしてずっと仕事をしている人生を送っていた可能性が非常に高いです間違いなくうんまあそれはどっかの段階で変わったかもしれないけれども多分僕の性格上会社に泊まってずっとやってたって 思いますね僕はね、うん、僕は鹿児島に来て鹿児島でこうビジネスをして、うん、新しいね生き方人生っていうのを今手にしてます、うん、久保さんも麻雀店をずっとやっていたら間違いなく今の放送はしていないですよね <laughs> だからまあ,かあの今のまま死,ぬ死にたいんだったら別に今のままでもいいと思うんですけどただ 生き残れないかもしれないですね。じゃあ会社リストラになったらどうするんですかっていう。60歳でリストラになったらどうするんですか ?2000 万ありますかっていう話ですよね。だけど、60歳になっても自分で稼ぐビジネスを勉強していた、自分で稼げるってなったら別に問題ないですよね。ちゃんと金融とかね、利回りとか。 投資とかそういうのも勉強していてお金を使ってお金を増やすっていうことも勉強していたりとか自分でもしっかり稼げるってやってれば60歳になっても僕は生きていけると思いますただし給料をもらうという人生をずっと送っていたら、まあ、給料もらえなかったら終わりですよね給料もらえなくなったら終わりなんで、うん、今は給料がもらえるからいいかもしれないですけどこれもらえなくなったらどうしますって話で、まあ、未来のことは分からないんでああだことで言ってもしょうがないですけどただし分かってることはあると思います 分かっていることは今の給料をね計算して、老後、何歳まで生きるのか、じゃあ84歳まで生きたときに、60歳で定年退職、もしくはあ65歳で定年退職しました、じゃあ65歳から年金生活、じゃあ年金いくら出るのかっていうのを大体算出できますよね。で、じゃあ自分があと30年、20年生きるとするじゃないですか、65歳から20年、その年金でやっていけるんですかっていう話ですよね。 であとどれぐらいの貯蓄があって、どれぐらいの年金、毎月払える年金で、じゃあ残り20年はあ、これぐらいあれば生きていけるよねっていうのは計算すれば出,る出ますよね。だけどみんな考えてないですよね。うなん。かそこはね、僕は考えないより考えた方が絶対いいと思いますよ。<laughs> だってさすがにですよ。さすがにやっぱ65とかになって、これからどうするどうしようってなってもさすがにきついですよ。 それは毎段階で準備できるんだったら準備しておいた方がいいですようん。今ね、これ見ていただいてる方がね、50とかね、40とか、久保さん40からスタートしましたけど、ほんと65とか70になってからあ,あたふたしても結構きつないですかうん。だから今のうちできることをやっぱ選択してやるべきだと思うんですよね、勉強して。 確かにそれは大変かもしれないですけども、大変だけどもっと大変な、それをやらなければもっと大変な人生を送ることになるよって話ですよ。うん。だからほんとね、お金の勉強とビジネスしっかり、こう、できるようになった方が僕は人生の糧になると思いますけどね。うん。いってらっしゃい。